大家好、みおです。今日はこの後ろにあるスターバックスをご紹介したいと思います。まあ、スターバックスの紹介もしたいし、まあ、今限定、夏限定の、フラペチーノも皆さんに、紹介したいと思います。とここは東中東区っていうところで、ジョンシャオ復興とジョンシャオ東化っていう、まあ、駅、ブルーラインの駅があるんですけど、その2つの間ぐらいに、ちょうど間ぐらいにあるスターバックスです。でここのスターバックスはちょっと普通のスターバックスじゃなくて、特別なコーヒーとかが飲める、まあ、以前も紹介したスターバックスがあるんですけど、そこと同じシリーズのスターバックスになってます。ここの中の、内装もすごくおしゃれで綺麗で、まあ、場所柄的にも、まあ、すごくあの買い物客の人たちとかが多いので、まあ、常に満席の店舗になってます。ということで、じゃあ中をお見せしたいと思います。普段は名前を聞かれて、でコップに名前が書かれるんですけど、なんか今日はこのレシートのこの番号で呼ばれるから、これで待ってねって言われました。なんでだろう、お客さん多いからかな。じゃーん、写真とかなりのなんか差があるんですけど、多分作った人によるのかな。ちょっと今回の店員さんは急いでたのかな。結構インスタとかで綺麗になんか色出てたのあったんだけど、まあ、ちょっと今回あんまりいい色ではないです。ライチとスイカで、これは何かな、ちょっと飲んでみたいと思います。子供の時よく食べたスイカバーの味がする。なんだろう。不好意思、请问一下、这个绿色是什么？绿色是抹茶液。抹茶液。对，我们是抹茶加。就是有点像调色，像西瓜那个西瓜皮啊，对，那个它还有那个透明白色是芦荟 cream， 那个鲜奶油，鲜奶油，对 对， 對，不是 jelly 吗？对，不是 jelly， 鲜奶油，对，好好好，要带走的吗？哎，今店員さんに聞いたら、この中になんかちょっとプニュってした食感のものがあるんですけど、それがライチ。で一番下にあった、もうちょっと分かりづらいんですけど、緑のが抹茶、なんかこれはスイカの皮を
スイカの皮みたいな感じにさせたいから抹茶の、氷を使ったらしいです。で赤のがスイカで、この白いのなんかなんだろう、あのプリンみたいな、なんかなんていうんだっけ、まあ、とりあえずそういう何なんかそういうちょっとゼリーみたいなのかなと思ったら、これはただの生クリームだそうです。これ6月中旬ぐらいから発売されてて、夏限定の、フラペチーノです。で、これと同時に期間限定であったのがダークキャラメルコーヒーのフラペチーノで、それには、まあ、台湾っぽくタピオカが乗ってたので、次はそれに挑戦してみたいと思います。でこのように台湾も日本みたいに期間限定でいろいろなフラペチーノとか、まあ、ホットの冬とかだったらホットの飲み物がいろいろ出てくるので、それも台湾に来ての楽しみかなって思いますね。以前も戦争ゼリー、まあ、日本ではなかなかないですよね。ちょっとハーバルなハーバルゼリーみたいな、ハーブのゼリーみたいな、よく台湾のデザートであるんですけど、それが使われているフラペチーノとか、まあ、マンゴーとかよくあるかな。まあそんな感じでおすすめです、限定品。ちょっと見た目がちょっと期待してたよりちょっとあんまりだったんですけど、でも味は意外に美味しかったです。まあ甘いんですけど、でもさっぱりしてて、しかもライチの食感もあるし、うん、すごく美味しかったので、まだ多分8月とかもあると思うので、ぜひ皆さんも台湾来たら飲んでみてください。またねー。